はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、遺言の証人だったり立ち会い人になれない人ってどんな人なのか、民法974条について解説いたします。公正証書遺言とか秘密証書遺言をする場合、公証役場行って手続きをしなければなりません。まあ、その際証人が必要になってきますよね。これちょっとわからない方は、公正証書遺言とか秘密証書遺言の動画アップさせていただいておりますので、まあ、そちらご確認いただければと思います。また成年非後見人が遺言する場合、医師2人以上の立ち会いが必要ということなので、この場合は医師が立ち会い人になりますよってことですね。で、その証人とか立ち会い人になれない人ってどんな人がいるかというと、こちらの1から5番の人は証人だったり立ち会い人になることができません。まず1つ目、未成年者ですね。これは十分な判断能力がないので証人とか立ち会い人になることできませんよってことですね。で、2番目が推定相続人。このなんで推定になっているかっていうと、遺言している時点では誰が相続人かまだ決まってないわけですよね。亡くなった時に相続人が決まるわけなので、まだわからないということで推定相続人となっております。まあ、この人っていうのは、まあ、利害関係伴うわけなので公正さ保てませんよね。なので、まあ、証人とか立ち会い人になることできませんよっていうことになっています。受益者も同じですね。受益者っていうのは遺言によって相続財産をもらう人です。この人も同じように利害関係伴ってきますので、まあ、公正さ保てないということで証人立ち会い人になることができません。またこの推定相続人や受益者の配偶者だったり直系血族、この人たちも同じように、まあ、利害関係人から近しい人なので公正さを保てないということで証人立ち会い人になることができません。直系血族っていうのは、まあ、上下の関係ですね。例えば受益者であれば受益者の親だったりとか受益者の子供だったりとか、まあ、そういう人は証人立ち会い人になることできませんよってことですね。で、4番目が公証人の配偶者、公証人の4親等内の親族、まあ、公証人の初期だったりとか使用人、まあ、こういった人も証人立ち会い人になることができません。まあ、公証人っていうのは、まあ、チェック機能を果たす役割をしてるんですけども、まあ、その配偶者とかね、身内の人がなるとチェック機能が働かなかったり、また同じように公正さを保てない、まあ、そういったこともあるので、まあ、証人立ち会い人になれませんよってことですね。で、4親等内のこの4っていうのはどうやって数えるかっていうと、自分から見て上に1個上がったら1、また上に1個上がったら1みたいな感じで、まあ、下に行っても1です。上下1個1個動くことによって1増えていくんですね。例えば公証人がいて、公証人の親、これ1親等ですね。で、公証人の祖父、2親等ですね。で、祖父の子供、つまり公証人から見たらおじとかおばとかですね、が3親等で、その子供、これ4親等、まあ、つまりこれいとこですね。まあ、このあたりもダメですよと。また、まあ、初期と使用人、まあ、これまあ同じように考えていただいて大丈夫です。つまり公証役場で働いている人ってことですね。この人が証人とか立ち会い人になることはできませんよという話です。まあ、このあたりは、まあ、覚えていただく感じになってきます。まあ、未成年者は十分な判断能力がないからダメですよ。で、2、3、4、5については、まあ、利害関係人及び、まあ、チェック機能を果たす人なので、まあ、この人たちも証人とか立ち会いになることできませんよと、まあ、いった感じです。まあ、試験ではあまり出ないかもしれないんですけども、まあ、遺言っていうのは身近な話なので頭に入れておいてもいいんじゃないのかなと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。